はい、お疲れ様んさ、チャカポコです。今日のテーマなんですけども、旅へ出ようというお話です。それじゃあどうぞ。今日のテーマなんですけども、今日はね、旅に出ようというお話です。旅行のお話ですね。以前、お金を使うなら物に使うより経験に使えという動画をアップしたんですけども、まあ誰も覚えてないかもしれませんが、一応概要欄にリンクを貼っておきますけども、人間というのはですね、休みが欲しいとか休暇が必要だとか、そういうことを思う時があると思うんですけど、それはですね、脳が何かを伝えようとしているんですね。旅行や日常生活から離れて過ごす時間というね、こういうのはリラックスしたり充電したり、心を活性化したりする絶好の機会ということになると思うんですけども、日常生活を離れて旅行をすることがストレスの緩和につながるんですね。長い休暇である必要はありません。短くても効果は十分に得られます。ある機関が行った調査によると、2日以内の旅行に行くと 88% の人が仕事のストレスを忘れ、リラックスすることができたというような結果が出ているみたいです。日々の生活や環境から離れると、抱えている問題から離れてね、一歩引いてみることができるということだと思うんですけども、要は新しい視点が得られるということなんですね。新しい視点が得られることによって、もっと明確で客観的な考え方ができるようになるんです。もしですね、今の生活にストレスや苛立ち、行き詰まりを感じていたり、退屈だなと思っているのなら、休暇はですね、気持ちをすっきりさせて新たな意欲やひらめきを得るチャンスになると思いますね。で、旅行なんですけど、旅行はね、老化防止にも驚くほど効果があるということです。あるアメリカの学者の先生がですね、1995年に行った研究で、旅行などのレジャー活動への定期的な参加が認知症のリスクを低下させるということに関連しているという結果も出ているようです。新しい土地や文化、食べ物、環境に接すると、私たちの脳はこうした新しい経験を受け入れるために新しい神経経路を作ったり作り直したりする必要に迫られます。脳の認知機能や老化防止機能を高め、変性疾患の予防につながるということらしいんですね。特に初めての場所へ行く旅行や、海外旅行ではあらゆる感覚を使いますよね。新しい味や音、景色、匂い、手触りまで経験します。さらに、新しい街を歩き回ったり、両替をしたり、計画やスケジュールを立てたり、慣れない外国語を使ってみたりと、脳のさまざまな部分を使うことが求められると思うんですね。またこのような新しい経験にさらされることによって、想像力が刺激される、問題解決能力が高まります。身近な世界から飛び出せば、それだけで心が広く柔軟になり、自信や忍耐力も高まるということです。旅行に行くことがいかに
いいかというようなお話でしたね。ということで今日は、旅へ出ようというお話でした。今日も最後までご視聴くださり誠にありがとうございます。高評価ボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは最後に今日の一言、人生で一番ワクワクする瞬間、それは未知の国へ出発することです。それじゃあ、いってらっしゃい。